エールフランス66便エンジン爆発事故は2017年9月30日にパリのシャルル・ド・ゴール空港を経ってロサンゼルス国際空港に向かっていた国際定期旅客便エールフランス66便のエンジンが飛行中に爆発し緊急着陸した事故である。エアバス A380 の飛行中にエンジンが爆発したという点で2010年に起きたカンタス航空32便の事故と 類似しているが32便のエンジンはロールスロイストレント970であった。事故機のエアバス A380 から861は2011年5月17日にエールフランスに納入された。爆発したエンジンは製造後3527サイクル運転されていた。66便はパリを離陸してロサンゼルスに向かってグリーンランド上空を飛行していたが グリーンランドのパーミュートから南東 150km 地点で突如第4エンジン一番右端のエンジンが爆発ファンハブとインテークが吹き飛んだ66便は後く15時42分にカナダのグースベイ空港に緊急着陸したエンジンアライアンス GP7000 の爆発原因は現時点では不明とされている AL フランスは4機のエンジンのうち1機が深刻な 損傷を受けたと発表した。497人の乗客と24人の乗員には怪我はなかった。グースベイ空港は、軍民共用で、66便の500人以上もの乗員、乗客に対応できる設備もなかったため、乗客は代替機が到着するまで A380 から降りることはできなかった。代替機は1機で、対応可能な自社機はなく自社777から、 300ER とチャーター機737で対応し、翌10月1日朝に到着し、ウィニペグに着陸した後に、ロサンゼルスに向かった。破損したエンジンの写真やビデオは、乗客などがソーシャルメディアに投稿したほか、緊急着陸の様子を捉えた動画も撮影された。AL フランスは、エンジン故障の原因を特定するため、フランス航空事故調査局、エアバス、 エールフランスが調査に当たると発表した。カナダ運輸安全委員会はカナダで発生した航空事故を調査する責任を有するが、故障そのものはグリーンランド上空で発生したことからデンマーク事故調査委員会が調査を統括することになった。2017年10月3日、デンマーク航空当局は調査を BEA に委任した。デンマーク、アメリカ、 カナダの調査官が調査に参加した。エアバス、AL フランスとエンジンアライアンスの責任者もグースベイに向かった。最初の調査では飛行中にエンジンのファンハーブが外れ空気吸入口がそれに引きずられて壊れたことが分かった。6日後には事故機のエンジンの破片がグリーンランドで回収された。BEA は機体の破片、特に ファンハブの断片が見つかるかどうかが調査の鍵となるとして合成回口レーダーを搭載した脱走ファルコ20を投入して捜索に当たったが2019年5月になってようやく発見した。10月12日、連邦航空局はエンジンアライアンス GP7270、GP7272、GP7277 に対して 緊急対空性改善通報を発行した。井戸ではエンジンの運用サイクル数に応じて2から8週間のタイムスケールでファンハブを目視検査することが勧告された。さらに2018年6月には GP7200 のファンハブに対して渦電流短縮試験を行ってファンブレードを取り付けるスロットにクラックが生じていないか確認することを勧告する。 耐空性改善通報を発行した。一方、事故機の修理にあたって、AL フランスは、重量とバランスの観点から破損したエンジンをそのまま、残し、残る3発のエンジンで飛行させて、ヨーロッパに戻す計画を発表したが、実施されなかった。こういった特殊な運用を行うには特別な手順が必要であり、乗員によるリハーサルを行わなければならないからである。 結局、破損したエンジンを交換し、4発とも稼働させて、パリまで飛行させることになった。交換用エンジンが、グースベイ空港に送られ、破損したエンジンは取り外した上で、ゼネラルエレクトリックによる検査のため11月23から25日にかけて、イギリスのイーストミッドランズ空港に運ばれた。その後、事故期は2017年12月6日に、 エールフランス371ボルト便として、グースベイ空港からシャルルド・ゴール空港へ改装された。ありがとうございます。